皆さんこんにちは。こんにちは。ドクター河合の予防診療室へようこそ。この番組は河合内科クリニック院長の河合雄一先生にお話を伺って、自分の体は自分で守る、未来には当たり前になっている病気を予防する考え方、未来の当たり前を今から始めてもらうために、さまざまな情報を皆さんにシェアしている番組です。この番組のナビゲーターを務めますのは MC タレントキャリアコンサルタントの福村民子です。よろしくお願いします。はい、今日も先生、はい、よろしくお願いします。はい、シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、先生、今回のテーマは何でしょうか？はい、今日はですね、まあ、腸内フローラの話をずっとしてきてですね、うん、第4回目ですね、まあ、ちょっとまとめていこうかなというところなんですね、今日はね。はい、はい、ですから、まあ、今日は、まあ、腸活なんていうね、言い方でね、最近、まあ、腸の改善、はい、ね、腸を元気にしましょうみたいな、そういうね、うん、ことが盛んに言われるようになってきてますから、まあ、いろんなやり方あると思うんですけども、はい、まあ、そのあたりに関してちょっと、まあ、お話をしていこうかなと。はい、はい、はい、で、まあ、前回のね、ちょっとだけ おさらいですが、まあ、最後にちょっとね、お話しした、まあ、結局現代人 その栄養のね、供給ね、うんうん、これはもう基本的にはハイブリッドなんだよと、はい、ね、ハイブリッド、本当もう未来型、はい、未来型と言いながらも、でも、もうこの人類脈々と多分ハイブリッドってきてるんですよね。いや、多分そうですよね。そう、それにやっと気づいたみたいな感じ、うん、まあ、そうですね、ずっとそういう形で来てたんですよ。はいはい、で、まあ、それこそね、本当に食べない、全然食べないのに元気な人っていうのは、それこそ、まあ、そうなんですよね、すっごい腸内細菌を持ってるだとかね、多分そういうことなんでしょうね、うん、はい、うん、で、そういう、まあ、個人差がすごくある中で、うんうん、よくなんていうかな、こう確かめられなかった、データが出なかったという状況があったんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱりどう考えても、基本的には人の栄養っていうのは、まあ、そういうハイブリッド、腸内細菌からの腸内フローラが作るものと食べるものとの、ね、うん、ハイブリッドという考え方ですね、うん、でそこがうまくいってなくて、結局現代型栄養失調にもなっているのではないかということだったんですね。はい、ということで、はい、うん、で、まあ、その状態、つまり、まあ、うん、まずその、まあね、腸活ってよく言いますが、そうですよね、最近よくやっぱり言われてるんですけど、うん、やっぱ私たちも腸活と言われたら、まずはなんか菌類とか、うん、なんかこういいものを食べましょう、発酵食品とか食べましょう、はい、みたいな、まあ、まあ感じかなって思ってるんですけど、そうですよね、発酵食品のイメージすごくね、うん、あります。でもちろん OK です、はい、OK なんですけども、まあ、その発酵食品っていう、まあ、そのじゃあ、くくりでいろんなものがありますが、はい、じゃあその、まあ、腸内細菌を良くするためにどういうその、まあ、発酵食品がいいのか、それからどれぐらいの量を取ったらいいのか、はい、まあ、いろいろ、言われてて、そうですね、そういうことが多分知りたいところになってくるんだと思うんですけども、はいはい、まあ、まず腸活という時に、まあ、考えてほしいのは、結局のところそれは腸内フローラの改善という、はい、まあ、目的が ね、 ね、一番、まあ、メインになってくるかと思うんですね、はい、うん、でその腸内フローラが改善されれば自然に、うん、まあ、いろんなとこが良くなる、例えば精神状態も良くなるとかね、うん、いろんなことにつながっていくんだということね、うん、今までお話したと思う、うん、でその、まあ、腸活に、まあ、いいと言われている発酵食品というのは、例えば、うん、じゃあ納豆ね、うんうん、もう代表的な、ね、発酵食品納豆、これは、まあ、うん、大豆が納豆菌によって、うん、まあ、発酵を受けて、まあ、発酵というのは菌による分解ですね、はい、ただ分解だけじゃなくて、分解したと同時にそこに新たなものも作られるわけですけども、はい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 、そういう形で出来上がったのが、まあ、納豆という食品だと、うんうん、その納豆にはだから何があるか、まず一つは、納豆菌というね、これは結構お腹に入ってもいろいろ仕事をしてくれるということが分かってますから、うんうんうん、納豆菌を入れるということの、まあ、なるほどね、良さですね、ね、はい、うん、こういうふうに生きた菌体を入れるのをプロバイオティクスという言い方をしますね、はい、うん、プロバイオティクス結構ね、うん、言われてるかなと思う、そうですね、なんか生きて届くとか CM とかありますよね、そうです、そうです、それがまさしく、まあ、ね、プロバイオティクスの概念ですよね、プロバイオティクスね、はいはい、で、うん、プレバイオティクスという概念があって、はい、これは
今度は、菌の餌になるものね、例えばここにいてる菌のさらに餌になるものを入れる、うんうん、そう、だから腸内細菌たちが元気になってほしいわけですから、はいはい、元気になるためには餌も入れてあげないといけない、はいはい、ということなんですね、だからまあプレバイオティクスの代表が食物繊維だとかね、あ、まあ、オリゴ糖なんてよく言いますよね、うん、これがプレバイオティクスなんですね、はい、うん、ところが納豆の大豆って、ね、これ結構ね、うん、あのね、あの食物繊維の多い食品なんですね、あ、うん、だから食物繊維、プレでもある、そういうことです、だから納豆っていうのはプロでもあるしプレでもあるし、いやだからそう、ダブルなんですね、うう、最近このプレバイオティクスプラスプロバイオティクスを、はい、まあ、合わせてシンバイオティクスなんていう、ね、言い方も出てきてるんですけど、はいはい、だからまあ発酵食品っていうのはそういう意味でいいわけですね、なるほどね、うんうんうん、でもまあ今ね、その、言いました、うん、そういうプロバイオティクス、それからプレバイオティクスがあって、それからそのセットでのシンバイオティクス的なものがあって、はい、でもまあそれ以外にまあ腸活というと、うん、まあ、例えばやっぱりまあ腸が弱いっていうのかな、まあ、その例えばまあ胃腸が弱いみたいなね、はいはい、言い方ね、私ちょっとすぐにもう持たれて張っちゃうんですみたいなね、あ、まあ、そういう場合はまあやっぱりそのある意味消化酵素なんていうのも非常にまあもちろん腸活としては重要になってきますよね、酵素入れるってことですか、うん、でもちろんサプリを酵素ね、サプリの中で酵素入れる、ね、そういうのもありますよ、うん、それのもありますし、例えば、まあ、大根みたいにあの、ね、あのジアスターゼ、ね、アミラーゼですよね、はい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 、食品の中に持ってるようなものを食べるとか、あ、まあ、そういうことも全部合わせた、あ、ね、まあ、形での、まあ、消化酵素の、まあ、入れるということですね、うん、まあ、野菜なんかは結構そういう消化酵素込みのものがあるので、そう、うん、そうですよね、大根おろしと食べる理由とかね、そういうことですよね、あれね、だからそれは、消化酵素プラス、例えば食物繊維になってるわけですよね、うん、であとはまあ胆汁酸投与ね、この間ちょっと話した胆汁酸っていうのは脂肪のね吸収の時に大事ですよっていう話しましたけども、はいはいはい、胆汁酸っていうのはですね、結構あまり望ましくない菌を殺すようなね、うん、作用も持ってたり、はい、ということが分かっていますよね、はい、なだからまあ胆汁酸なんかもうまく取り入れる、例えばまあそれはまあどういう形でまあ入れるか、まあ、サプリなんかが、まあ、サプリとかお薬なんかがね、うん、まあ、胆汁酸なんていうのは分かりやすいとは思いますけども、はい、まあ、こういったものを入れていくのも腸活の一つになってきます、うん、はい、それからまず腸を元気にさせる、つまり腸の粘膜を元気にする、はい、ね、例えば、まあ、力学まで、ね、行ってるところ大変なんですけども、うんうんうん、まあ、そういう状態に なりかかってるとかね、うん、そういう時にはやっぱり、まあ、いろんな形でもう栄養素を入れてあげる、 腸の粘膜を元気にする栄養素ね、例えば、まあ、ビタミン A なんかもそうですし、ビタミン D、それからミネラルの亜鉛とかね、あとグルタミンっていうのはね、これも小腸のエネルギーになりますからね、それから、まあ、グリシンみたいなアミノ酸もいいですし、あとオメガ3系脂肪酸ってね、青背の魚の脂ね、これも腸にも非常に有効です、うん、それから、まあ、あとポリフェノール系なんていうのもね、うんうん、いろんな形で腸を元気にするのに、まあ、役立っているので、まあ、ね、うん、まざまなポリフェノール言われてますよね、はい、うん、そういったものを取ったり、あと、まあ、ハーブ系ね、ハーブ系も結構、うん、腸を元気するなんかいっぱい取らない感じ、ね、なんかね、あれやこれや、そんなに山盛りっていうね、ふうに思うんですけど、全部腸活なんですね、うん、だからね、結局、まあ、昔1日30品目食べましょうみたいなね、はいはい、うん、いや今もじゃないんですか、今もかなかなか30品目無理っぽいですけどね、あ、でも、まあね、種類いっぱいやっぱり食べるっていうことはバランスよく、そう、やっぱり、まあ、いろんなものを食べとくっていうことは、まあ、大事だね、まあ、そういう意味で、まあまあ、知らず知らず腸活にもなってるのかもしれないですね、じゃあ偏りがダメっていうのはある意味こういう理由もあるってことだ、うん、なんで偏った食事がダメかって言われたら、そう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 、いろんなもの食べた方がいいんですよね、いろんなもの食べるといろいろと腸内細菌にもいいし、うん、みたいな、うん、あ、そういう感覚もそうですね、なるほどね、はい、あると思います、はい、まあ、もちろんね、究極の腸活というとね、はい、まあ、最近そのもう治療として注目されてるわけですけどね、はい、まあ、糞便移植というね、腸内フローラーね、もうそのまま、うん、ドーンといい状態にすればそれはね、まあ、そうですよね、でも、うん、ものすごくいいわけですけど、これはあんまり知らない人も多いと思いますね、うん、まだまだね、まあ、まだ世の中ではね、うん、そういう研究段階のものなの で、ね、はい、そうですよね、なかなかちょっとまだね、うん、これからというところはありますけれども、はい、まあ、非常にそれは有効だという予測はもちろんできるわけですね、はい、
はい、まあ、プロバイオティクス、それからプレバイオティクスってそれぞれいっぱいありますよね。だいたいそのちょっともうちょっとそこ詳しく聞いていただいて。そうですよね。でまずね、プロバイオティクスはこれは生きた菌体なので、うん、まあ、さっきのようにね、まあ、納豆菌を取るっていうのもいいですし、うん、はい、まあ、様々なお漬物なんかね、いろんな菌がいますよね。そうですね。まあ、そういったものを取る、うん、まあ、あのお味噌なんかもね、はい、一ついいでしょうしね。あ、お味噌もいいよね。まあ、そういういろんなそういう菌がまあ有効ということもあります。発酵食品というのはもう様々あるので、はい、そこはどうしてもあの個人差はやっぱり出てしまいます。それは腸内細菌層がみんなそれぞれ違うのでね、うん、はい、どれがベストなのかっていうのはその人によってちょっとね、うんうん、やっぱり違ったりはしますけれどもね、はいはい、まあ、例えばあの韓国なんかではキムチ文化があるわけですよね。キムチもね、うん、だっていいんじゃないかなってやっぱ、うん、だからもちろんそれが日本人にとって合う場合もあれば、まあ、あまり合わない場合もあるかもしれませんが、だからそのあたりはね、まあ、日本人やっぱり納豆の方がいいんじゃないかとかね、いろいろあるかもしれませんよね、はい、だからまあそういうまあプロバイオティクス的にまああのいろんな形で菌を取るという、うん、まあ、まあ最近ドリンクもねいろいろありますけど ね、なんかビフィズス菌もそうだし、うん、乳酸菌もそうだし、うん、いろんなメーカーさんが出してて、ね、今むちゃくちゃ人気で、ね、手に入りにくくっていうようなね、なんかドリンクザイルらしいですけどね、うんうん、まあ、でもね、まあ、一つね、その本当 の、まあ、あの腸活っていうレベルでね考えるときには、うん、例えば、まあ、あのもちろんあの調子が悪い人の治療なんかで使うときっていうのはですね、はい、やっぱり、まあ、そういうそのドリンク剤なんかに入ってる菌の量と、まあ、2桁ぐらい違う量をバンと入れるんですよね。あ、すごい量入れるんだ、うん、もうあのサプリとかでバーンとね、はい、治療でプロバイオティクスの、ね、治療としては、うん、だからそういうあの結構菌の量をたくさん入れるということがやっぱりまあ一つ大事なことになってくるかもしれませんし、あ、なるほどね、うん、あのやっぱり取らないよりも取った方がいいし、うん、ってことですよね、うん、で、まあ、ある程度の量を取ってもいいってこと。そうですね。でそのプロバイオティクスで、まあ、そういう形で、まあ、取ったものっていうのは通常、うん、まあ、例えば大人っていうのはもうある程度自分の腸内細菌層がまあ完成してるんですけど、はいはい、出来上がってから外から入れた菌っていうのは、はい、基本的には通過菌なんですね。通過菌ってことはね、うん、例えばじゃあ、うんうん、あのビフィズス菌ね、バンと入れました。でもあのそれが、まあ、もちろんお腹の中をぐーっとね、はい、あの移動してるっていうかな、その間は仕事すると思うんですよ。でも出ちゃうんですするだから一回そのビフィズス菌のなんかを取ったら、そのビフィズス菌がずっとその後腸にいてくれて、はい、ずっといろんなことをしてくれるかというと 残念ながらまあほとんど 2,3 日で出ていってしまうと、まあ取り続けないといけないということになってしまいますよね。なので、うん、まあ、そういう意味で、まあ、なんかまあプロバイオティクスっていうのは、まあ、あのそこのちょっと問題っていうのは意識しておかないといけないと、うん、なるほど、取り続けるっていう必要が出てくるということですよね。なるほどね、はい、でもまあそれが意味があるとは思います、はい、で、まあ、もう一つプレバイオティクスの話をちょっとね、はい、させてもらうと、うん、プレバイオティクスっていうのは、ね、これも代表的にはもう食物繊維ってことなんですけど、はいはい、結局食物繊維っていうのは、まあ、あの難消化性成分なんですね、うん、食品中の、はい、口で噛んで胃で消化、うん、小腸で消化、それでもされなかったようなものが、まあ、ずっと流れていって、まあ、最終的に消化されずに大腸に流れていって、うん、でまあ、そこで、いろんな菌によって、まあ、もちろん、分解されるわけですね、はいはい、でその時にこの間お話しした短鎖脂肪酸みたいなね、はあはあ、非常にいいものが作られると。うん、うん、食物繊維ってすごくいいってやっぱり言われてますが、うん、まあ、水溶性とか脂溶性とかありますよね。だからね、まあ、水溶性、脂溶性、そういうね食物繊維 の種類によってやっぱり若干、うん、働きっていうのは違うわけですね、はい、一般的には水溶性の食物繊維が、まあ、そういう菌たち の、はい、分解を受けて、あ 特に、まあ、特にそれは人の腸にいるね、うん、人の腸にいる菌たち の、うん、仕事に、うん、まあ、直接つながると、餌になっていると、うん、はい、で、不溶性のもの、ね、不溶性の食物繊維というのは、まあ、代表的には、まあ、セルロースっていうものがあるんですけど、はい、セルロースってもうまさしく神、これセルロース、そうですよ ね神とかね、こういうのは消化しない
そう、食物の茎とかね、うん、ああいったものは基本的にはあの残念ながら消化されずに、それはもう便の材料として、ね、うん、そうかそうか、それは便通を整えるということなんかの意味もあったり、ああそれも大事、そうですね、だから大事なんですね、うんうん、まあ、なかなかあの、こう、まあ、うん、そうですね、人間の腸にはそのセルロースを分解するセルラーゼっていう、まあ、うん、酵素があるんですけどね、はい、そのセルラーゼを持ってる菌っていうのがあまりいないんですね、うんうん、だからもしそのセルラーゼを持っている菌たちがもし人の腸にたくさんいれば、うん、なんだっけ、ヤギとか羊は紙食べるんだったっけ、 なんかね、そうですよね、そう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 、そう、ね、あれで、あれはセルラーゼがある、つまりあの、セルロース分解菌がいるわけですよね。あ、なんか鹿とかも、うん、なんかよく新聞紙、新聞紙食べたりしません、あ、紙類食べたりとかしません、あれ、あれちょっとインクがあるから嫌だな、あ、まあ、そっかそっか、うん、でもまあそういうね、うん、ことなんですけど、人間はちょっとセルロースはまあ ちょっとかなり、はい、なあの難しいですね、うん、消化はね、でもそういうのもやっぱり、うん、必要ね、そうそう、なんか食物繊維としては、うん、はい、だからまあそういう不溶性の食物繊維っていうのもまあ、うん、ある。でもまあそういういろんなものをまあミックスでやっぱり取っていくんですね、はい、でまあちょっと食材のね一例をちょっと出してますけども、まあこういう形でまあレタス、ね、はい、ブロッコリー、ブロッコリーなんかね結構、うん、不溶性の食物繊維が多かったりしますし、ね、ブロッコリーはよく子供でも割と食べやすいってよく言ってて、うん、ブロッコリーね人気ありますよね、ね、うん、うん、そう、だからブロッコリーまあまあいいんですね、うん、そうです、そうです、うん、はい、まあ、そういう形でいろいろまあ、ミックスで取っていただく、はい、まあ、で、まあ、うん、はい、うん、で今のところですね、基準摂取基準というのは男性が1日 20g、はあ、女性 18g ぐらい取ってほしいということが言われてます。これはあの食べ物そのものというよりも食物繊維そのものが 20g いるってこと、ね、うん、そうですね、食物繊維の摂取基準ね、はい、でこれが残念ながら、まあ、今のところ2014年のデータでは日本人 12g から 16g ぐらい、ああ少ないだ、少ない、うん、だからまああとね、そうですね、5g か、ね、ぐらいちょっと足りないなっていう感じですよね。何を食べたらいいかですよね。さっきのね、うん、納豆なんですけど、納豆、はい、納豆は納豆ね1パックでね 6.7 か 6.7g のね、まあ、まあいい食物繊維が入ってるということですね、はいはいはい、しかも結構な割合で水溶性なんですね、うん、水溶性食物繊維がすごく多いのが納豆の特徴で、うん、これね結構いいと思います。え、じゃあ朝昼晩納豆を食べたら、うん、そうですね。女性 18g、ま、あのもちろんそこはね思考の問題でね、それで OK だったら OK かもしれません、はい、で基本的にだから今ね、あの 5g ぐらい足りないわけですみんなね、はいはい、そしたら今納豆1パックで 6.7g 取れるんだから、みんなとりあえず今の食生活に納豆1パック毎日ぶち込めば、あ、ね、あ、そうかそうか、まあ、OK と、なるほど、ね、いうことになるかなと思いますね。それも全くなんで野菜とか取ってないと自覚してる人にとったら、うん、いやまずじゃあ納豆取ってみたいな。そうだからね、もちろんダメな人もあるんでしょうね。もうそこはもう個人差がどうしてもあってですね、だからあの全員がそうとは言えないですけど、うん、まずやってみたらどうって話です。なるほどね、うん、納豆私大好きですから、はい、ね、はい、いいですね、はい、他にも、うん、もちろんだからね、うん、ちょっとね、その食物繊維のところで、話をさせてもらってた中に、レジスタントスターチっていうのをですね、水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維の間ぐらいのね、はい、まあ何て言うかな、両方の性質を持ってるっていうかな、はいはい、水溶性でありかつ不溶性みたいなね、うん、そういうところにまああの位置づけがある、うん、あのレジスタントスターチっていうんですけど、これまあ日本語で言うと難消化性澱粉というんですけどね。澱粉ですか、はい、基本的には澱粉なんですけど、うん、まあ、要するにこれ冷や飯なんですよね。冷や飯、うん、はい、冷や飯が、はい、冷や飯が実は非常にいいわけです、腸活に。あ、腸活に、まあ、じゃあお弁当とか、うん、もう別にチンしないで、うん、冷たいご飯のまんまいただくとの方がいい、実はそっちでいいんだ。そう、へえー、それいいこと聞きました。そう、はい、だから今ねもうあのなどこ行ってもね、なんかあのチンしますかみたいなね、あ、言われる感じですけど、いや結構です、してもらわないで、結構です、その方がいいですその方がいいです、なってもいいかなと。あ、なるほど。本当に、でもそれ難消化性やから、うん、
何食かせい言っても、結局、まあ、もちろん、ある程度 の消化はもちろんされますよ、うんうんうん、でただ、結構消化されないまま、はい、腸の方にずっと行ってくれて、そこでさまざまな腸内細菌 の餌になってくれるんですね。お、うん、だから、まあ、今レジスタントスターチの、ね、はい、効果で言われているのが、まあ、腸内環境の改善までね、今それだけじゃなくて、やっぱ血糖値の急上昇なんかを、ね、防ぐということも言われていますし、それから、まあ、いいね、うん、体重増加、ね、うん、結局、まあ、血糖値が上がらないということにも関係しますけど、す、ね、体重増加なんかの抑制にもなるし、 あと美肌効果なんかも言われてますね。美肌もですか、うん、多分それはね、やっぱ腸が良くなる。あ、そうか、そういう相乗効果でね、うん、はい、あ、でもダイエットに確かなんかどっかの記事で、うん、その冷や飯、うん、冷たいご飯っていうのは聞いたことはあるんですよ。あ、そうでしょう、まあ、こういうことなんですね、うん、はあ、面白いですね。なのでね、まあ、そういったものをうまく活用してもらうと、うん、ね、なるほど、うん、だからね、まあ、パスタはちょっと、まあ、賛否両論あるかもしれませんけど、腸に対してはね、はい、まあ、小麦なんでね、でも冷製パスタ、あ、いい、じゃあちょっと何消化性でいいかもしれない、うん、スタントスターチなるほどね、うん、じゃあ何、食物繊維もその水溶性、それから、不溶性でしたね、それと、うん、その何消化性のものもやっぱりいただくこともいいし、うん、そうなんです、本当にいろんなものを食べるといい、うん、まあ大体、うん、消化にいいもんばっかり食べててもダメっていう話なんですよね。消化にいいもんばっかり食べてたら腸内フローラにはあんまりいい餌になってないってこと、うん、可能性がある。そうそう、あ、ということはもうそういうあまり消化のいいものばっかりではなく、うんうん、ちょっと消化に悪いようなものも食べてバランスよくいろいろ食べるといいかな。そうですね、っていう話ですね、はい、あ、まあ、もうとにかくね、戦後ね、大体日本人食物繊維 27g ぐらい取ってたって言われているのが今 14g にね激減してきてるというね。でもそれはね、もうシンプルに炭水化物の摂取量が3分の1になってるからだってことは言われてるんですけど。そんなに減ってるんですか。そうそう、うん、あ、そうか。でもまあ炭水化物の摂取量が減ってるだけじゃなくて、うん、まず一つはやっぱりこれは加工なんですね。あ、加工品が増えてますよね、うん、やっぱり玄米の方が、うん、多分4倍ぐらい食物繊維多いんですね、白米、製白米に。そういう意味、つまりそういう小麦でも粉じゃなくって、うん、全粒粉の、ね、状態だとものすごい食物繊維 の量が増えますから。なるほど、そういうなんていうかな、その食形態の変化というところで食物繊維が減少しているので、そこは意識して上げていかないと、うん、いけないところです。わかりました、はい、サナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、先生、じゃあ、はい、今回の、ね、まとめ、ね、お願いします、はい。まあ、4回シリーズで腸内フローラ、はい、ね、病気予防というところでお話ししてきたんですけども、まあ、今日はもう総まとめという感じになるかなと思います、はい。でまずは、前回の、ね、ところでちょっとお話しした、うん、まあ、人の、ね、栄養源というものを考え直してみたらどうかというところなんですよね、はい。でまあどちらかというとこう未来型を示すようなハイブリッドという言葉が実はもう大昔から、うんうん、栄養のところにはあったんじゃないかと、うん、つまり食べ物、人の食べ物からの栄養摂取と腸内フローラが食べ物のまあカスを分解して作る栄養の部分とのハイブリッドで人というのは栄養をまあ賄っているのではないかということですね。それから腸内フローラっていうのは、まあ、何度もこれはお話ししてきた、結局まあバランスと多様性、つまりビフィズス菌だけバンバン多くてもしょうがないし、いろんなもの、ね、悪玉菌と言われるものも多少はいないと実はよろしくないということが分かってます、はい、多様性、そう、いろんなものが腸内細菌というのはお互いにこう、まあ、連携して働いてるんですね。だからこの連携というものが必要です。で連携のためにはたくさんの菌の種類がいる、
ね、これは本当社会と同じですよね。いろんな種類の人が、ね、そうね、うん、多様性をね今非常に重要視するようになってきてますよね、うんうん、これは腸内細菌も同じなんです、はい、多様性を意識していろんなものが入ってる。だから無駄かな、一見これ意味あるのかなっていうようなものも多分全部意味あるんだと思うんですよね、うん、なるほど、うん、だから無駄をそういうふうにね切り捨てない、無駄というかね、そういう必要ないんじゃないかっていうものを簡単にまあ切り捨てないようなね、そういうこともまあ何ていうかな、社会に似たところがあるんじゃないかと思うんですね、うん、そういうまあバランスと多様性ということですね、はい、そういったものがまあ腸内フローラに重要で、前回のお話でちょっとね、あ、今回のお話でずっと話してきたのは食物繊維ね、はい、この食物繊維というのは本来、うん、まあ、ある意味人にとっては、まあ、意味がないというようなね、うん、イメージだったわけです、うんうん、まあ、確かに紙切れを食べたって意味がないでしょうね、はい、まあ、でもやっぱり食物繊維もいろいろあります ね、うん、水溶性、不溶性あって、で、まあ、食物繊維の不水溶性とか、それからこの間さっきお話したレジスタントスターチというかね、冷やご飯状態ね、こういうちょっと難消化性のでんぷんというようなね、こういったものが実は非常に腸内細菌の餌になっていろんな働きをして、それがまあね、あの話してた短鎖脂肪酸というね、人にとって非常に重要なものを作ってくれているわけですから、そういったものを働い、あの仕事してもらうためにはしっかり食物繊維入れないといけない。なんか食物繊維がいいって言われてる理由っていうのがなんかやっと分かった気がするって感じですね。そうですか、うん、そうですよね、言われてはいるんですよね、うん、まあ便秘でっていうぐらいの、ね、感じなんだと思うんですけど、そういうイメージだったんだけど、うん、それだけじゃなくて、だけじゃないね、腸内フローラって私ら見えないし、うん、どんだけいるかも分かんないから、うん、結局はやっぱり食物繊維をやっぱり取ってあげると頑張ってくれるかなみたい な、うん、感覚でもいいってことですよね、はい、取らないようにね。でね、この食物繊維をね、たくさん食べるような、ね、工夫ってね、これね、はい、実はね、うん、食べ物をより美味しくない方向にするっていうことになるんですよね。あ、そうか、これね、あ、そうなのね、難しい問題です。難しいですね、食物繊維がザラ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 あるから ね、 ね、美味しくないだとか ね、 ね、食感とかし してね、そうね、そういうところで実はどん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 食っていうのはこう、まあ、進化、ね、してきてるところもあったりするので、うんうん、だからこれ一番問題なのはジュースにしちゃうっていうことはですね、まあ、あんまり望ましくない可能性もあるんですよね、はあ、まず噛まないし、そっか、ね、どうせだったら噛んで食べて、うん、噛んで食べて、ね、繊維そのまま、そう、繊維そのまま頑張って飲み込んで、うん、でそれは即自分のものになるんじゃなくて、うん、腸内細菌にどうぞと、うん、お裾分けするわけですね。でどうぞとして、ただ腸内細菌ちゃんといてもらわないと困るんですけどね。ですよね、はい、はい、もういろいろ勉強になりました。そういうことで、はい、まだこう機会があったらね、絡みでお話ししたいと思います。腸内細菌超大事。